皆さんこんにちは、ロシア語の先生です。今日の授業を始めていきましょう。前回の授業で私がロシアで出ているロシア料理のレシピの本を使ってそばの実のおかゆを作るという動画をアップしました。動画の中でどこかに私がロシア語で書かれているその作り方の指示を出していたんですけれども、その中で、いくつも命令形の形が出てきました。例えば測ってください、洗ってください、注いでください、混ぜてください、煮てください、などなど命令形がたくさん出てきました。で、今日の授業ではロシア語における動詞の命令形の作り方についてまとめてお話していこうと思います。ロシア語の認証代名詞思い出していただきましょう、私、や、君、ドイ、彼、オン、彼女、アナ、それがあの、私たちがムイ、あなた、あなた方をブイ、彼ら、それらをアニというふうに言いました。命令形なので命令する相手は二人称ですね。なので想定する命令する相手は二人称の君のトゥイとあなたあなた方のウイということになります。ロシア語の場合このトゥイに命令するのかウイに命令するのかによって形を少し変えます。君に対する命令っていうのは何とかしてという感じなので丁寧ではない命令です。あなた、あなた方に対する命令はまずあなた方何とかしてくださいっていう場合と、目上丁寧にお話ししなければならない相手に対して何とかしてくださいっていう丁寧な命令になりますっていうのがまず一つ目です。で、実際に作り方についてお話しします。作り方は2つのパターンがあります。例えば動詞の現在時制の変化、第一変化をご紹介した時に登場させましたこの読むという動詞 читать を例にとって作り方をご説明していきます。まずは、動詞の命令形を作る場合は現在時制の変化を考えます。 читать、 もう一度復習で出してみますね。 читать、 第一変化でした。変化させます。やの時チタユ、トゥイの時チタイエヒ、オンの時チタイエト、ムイの時チタイエム、ブイの時チタイエチ、アニの時チタユト、こういう風な変化をしました。それで、命令形を作る時はですね、変化していない最大限、互換と言いますけれども変化していない最大限のところはどこまでかなというふうに見ます。このチタチの場合はですね、ご覧いただくとチタまでが全部ヤからアニまで変わっていないことがわかります。変わらない最大限はチタのところだというふうに判断します。そして変わらない最大限のチタでしたね、最後の文字を見ます。これが母音なのか子音なのかを見ます。今アで終わっているので母音です。で、母音で終わっていた場合、命令形トゥイに対する命令形はまずチタイ、チタイ、いくらとかを後ろにつけます。次、ブイ、あなた、あなた方に対する命令の形はチタイチ、チタイチ、後ろはいくらとかへの後ろにチェというのをつけます。このような形が、語感の最後が母音で終わっている場合の動詞の命令形の作り方です。で、お気づきの方もいらっしゃいますね。語感の最後が母音じゃなくて子音で終わっている場合の命令形はどうしたらいいのかということですね。そしたら、見るという意味の動詞ですね。こちらスマトリエッチを例に出してお話ししていきます。スマトリエッチ、また現在時制の変化をやってみます。いきますね。元の形スマトリエッチ、やの時スマトリュウ、トゥイの時スモートリシュ、オンの時スモートリット、ムイの時スモートリム、ブイの時スモートリッチ、ア
カニの時スモートリアット、こういう風な現在時制の変化をしました。先ほどと同じように変わらない最大限はどこまでかなという風に見てみましょう。語感ですね。この場合スモートル、まあ、アクセントの位置が動くのでとりあえずスモートルっていうところですね。変わらない最大限のところはルのところだっていうことがわかります。これがもう一度見ますね。母音か子音かっていうことを判断します。ルは子音です。で、語感の最後が子音であった場合の命令形の作り方、君に対する命令、トゥイに対する命令はスマトリースマトリイというのをつけます。いくらとかい、さっきのいくらとかいじゃなくて母音のイというのをつけます。次、あなた、あなた方、 V に対する命令の時はスマトリーチェスマトリーチェ、こういう風になります。イーチェというのをつけます。さっき現在時制の変化をした時に V の時の変化はスモートリーチェでしたね。今 V に対する命令の時はスマトリーチェっていう風に、見た目上は同じ綴りですけれどもアクセントの位置が違います。命令で言っているのか、ただあなたは見ていますと言っているのかを間違えずに使い分ける必要があります。それで命令形と一緒によく使う言葉ですね。なんとかしてくださいという英語の please にあたる単語ですね。ここに出します。パジャウスタ、パジャウスタという単語があります。命令形の後ろにつけて言います。で、例えば読んでください、丁寧な命令はチタイチでしたね。で、それだけだとなんか唐突な感じがしたりするかもしれないので、読んでください、お願いしますみたいな感じでパジャウスタっていうのを後ろにつけます。例えばチタイチパジャウスタとか、あスマトリーチパジャウスタとかいう風に使います。よく使う、命令の言葉も挙げておきますね。何かお尋ねしたいとき、トイレはどこですかとか、駅はどこですかとか、人に質問する場合、急にトイレどこですかだと唐突すぎるので、教えてくださいみたいな言葉を前につけます。それがですね、スカジチェパジャウスタ。Скажите, пожалуйста. お手洗いどこですかだった場合は Скажите, пожалуйста, где туалет? 地下鉄はどこですかの場合は Скажите, пожалуйста, где метро? などのように使うことができます。 Скажите, пожалуйста はよく使うと思います。それで皆さんがよく知っているご挨拶の単語ありますね。 Здравствуйте、こちらですね。これも実は作り方、でき方としては命令形なんです。元の形こちら出してみますね。長いですね。ストラストワワチ、ストラストワワチ、元気である、健在である、繁栄するという意味の単語です。で、こちらのあなた、あなた方に対する命令形の形が、私たちがロシア語でご挨拶をするときに使うストラストヴィチという単語なんです。なので元気であってください、健在であってください、繁栄してくださいというふうにご挨拶しているというふうに考えられます。で、これあなた、あなた方に対する命令形なので、君に対する命令形の形は最後のチっていうのを取ったら君に対する命令形になります。言ってみますね。ストラストヴィ、ストラストヴィ、こういうご挨拶の仕方もあります。仲いい一人の相手に対して元気であれ、健在であれ、繁栄してっていう風にご挨拶する、こんにちはっていう形です。はい、今日の授業ではロシア語の動詞の命令形の作り方についてお話をしました。よく復習をしておいてください。また次の授業でお会いいたしましょう。パカー。